はいどうもこんにちは、ナイです。本日も数学の話題を提供していきたいと思います。えー、今日の題材は2010年度の東海高校の高校入試問題ですね。えっ、ー、と、まあ、数えの平面幾何でもこのような問題を使うので、えー、高1の数えの題材としてもいい題材だと思いますね。はい、それではやってきてみましょう。エビは円の直径で半径が2です。だからエビの長さは4ということですね。 こここの長さがとということですねで、えー、半径2の円状に 3.cde があって bc と de の長さが2で各 f ここですねこの各 f が45度で各 edf ここはてな印つけたここですね各 edf と fg 対 gb の比を求めてくださいっていう問題です。まあ えと中学範囲の内容でまず解いてみましょう、えー、高校範囲で、まあ、解けるところもあるんですけど部分的にね、えー、使っていきたいと思いますはい、えー、とまず AB の長さが4ということと AB が直径なのでこの AC の補助線をこう入れますこの線はなんと入れたくなりますよねでここ角が C が直角になりますよねでえっ、ー、と AB が2 bc が2で ab が4で bc が2なので1対2の比になってるから三角形 abc というのは1対2対3の直角三角三形です、ね、まあこれに気が付かないといけませんねつまりここはえっと2ルート三ってことです、まあ、長さこれ出す書かなくてもいいかもしれないですけど ここが30度だって気づかないといけません。えつまり角 A は BAC が30度で角 ABC が60度とことですね。したがってえっと角 BCF これは75度になります。 はいでえー、っとこの CG という線が、まあ、入っているわけですが f g 対 g b ですねそれからこの角 D のところここ何度になるかという問題ですけどまずここが2と2で同じ長さになってます。ということは、えー、っと同じ長さの弦に対する円周角は等しいので、えー、っとこの2に対する弦の円周角とこの2に対する こっち側ですね、CB に対する弦の円周角ここが同じなのでつまりこことここが揃うわけですつまり錯角が等しくなり円周角が等しいってことで錯角が等しくなりので、えー、とつまりこれは CD と BE の平行を意味します つまり平行ってことは、えっと、四角形 BCDE は等脚台形ということですね。四角形 各 EDF は各 BCF と同じになって BCF は先ほど7 5度って出しましたので答えが7 5度これが答えですはいじゃあ次 FG 対 GB の方に行きましょう えとここ対ここですね。ここ対ここ対が何対何になってるかっていうことなので三角形 CFB のところの、えー、考察を行うことになりますね。この CG が、えー、とこれは 30° 度と 45° 度に、えー、分割している線なんですけど、まあ、このひ線,線が何対何に内分してるかっていうことを知りたいわけですよね。だから、えーと まずここに角度を書き込んでいきましょうちょっと一旦消しますねここの角度が30度でここが45度でここが60度になってます角度は確定しているのでこの点は、えー、と確定しているまあ動かないわけですで えっと、ど、どのよう,うに、こう考えていくかっていうと、基本的には、その、三十度、六十度、九十度の三角形。の形に分割できるんですね。だここから水線を入れてあげて、こんな風にしていくと。えっと、まあ、比率がわかります。ここが一対二対。ルート三の直角三角形が入っていて。ここが一対一対ルート二の直角三角形が入っているってことがわかります。 こっちも45度ですからここも水線を下ろしてあげましょうこうやってこっちはちょっと緑でいきましょうかこう入れますそうするとえっ、ー、と斜辺がルート2になっていて1対1対ルート2の三角形直角二等辺三角形ですからここの長さがルート2この長さもル、えート2でここは1対2対ルート3の三角形ですよねここはね ここ30度ですからここ30度なのでつまりえっとここはルート2をさらにルート3で割ったルート3分のルート2になってここの長さはルート3分の2ルート2となりますつまり FG と GB の値長さがもうダイレクトに出てくるんですね比がねなんで、えっと まあ、最初にここを1としたのは別に何でもいいんですけどねここを1とすると計算しやすかったから、えー、比率として1を導入したわけですけどまあ FG 対 GB は結局のところルート2の長さとこの長さはルート2ですねルート2対3分のルート3分の2ルート2。 ということなので、ルート二で約分して。でルート三をかけたもの。つまりルート三対二ということになりますね。これが最も簡単な形なので、これが答えです。まあ高校数学あまり使う場面なさそうですね。えー、っと、中学の数学までで、まあスムーズに解けるし。 かえってややこしくなったりするかもしれませんね。はい、えっと、一応、えっと、部分的にちょっと使ってみましょうまずこの最初の段階でここの角度 θ と置くと正弦定理が直接使える形してるんですね。三角形 CB、C に正弦定理を。 使うとサインシータ分の、まあ、外接円の半径が2ということなのでサインシータ分の2が 2r ということで 2×2 という形でサインシータが二分の一と出てきますで30度っていうのが直ちに得られるということですねまあ使いどころとしてはこれぐらいですかねえー、っと各 BC が。 これぐらいだと思います、ね、うんまああんまり役に立たないかなという気がします。えー、とここに線を入れてここの角とこの角が同じになるってことはここは θ になるってことですね。ということはすぐに見えにくるしまあそうすると1対2対ルート3の直角三角形だっていうのが出てくるので、まあ、あとはその成分の計算ですね。このののの三角形の中の FG GB との 長さを計算するだけなので、えー、ま別、あ、解はいろいろあると思いますけれどもまあ、シンプルにこうやってねあの長さを計算してやるのが一番いいと思います東海高校にしては優しい部類の問題ではないかなと思いますねはい今回の授業は以上ですご視聴ありがとうございました